前節甲府戦とは2人の変更、ゴールキーパーに高木が戻ってきました。ディフェンス右から小出、ペレーラ、坂、三沢、アンカーに下田、インテリオール町田、渡辺、新田、そして3トップ小屋を中央に右今日増山がスタメンです。左に小林誠吾、サブのメンバーはご覧の通りです。キーパースベンド・ブローダーセン、そして3バック右から中村、岩竹、中塩、そして今日は高橋が起用されています。高橋、手塚のダブルボランチではないかと予想しますが、また試合で見ていきましょう。右に伊坂、左に高木、トップ下に斉藤ではないか、そして今日は2トップに小川、伊藤ではないかという、あくまで今の段階での予想です。ここは小屋がプレッシャーをかける、小林誠吾がかける、そしてボールを奪う、町田大和にボールが出る、中央に入ってくる、逆サイド、小林誠吾、前半13分。このアバウトなちょっとパスだったんですけどね、奪った後にすぐ前に出て、はい、このクロスですね、非常にこう柔らかなね、もうどうぞ打ってくださいっていうような、非常にこうシュートを打つ選手にとっては優しいボールですよね。それをしっかりちゃんとこう枠に決めた小林も素晴らしいですし、ラストパスの町田、完璧だと思いますね。素晴らしいシュートだと思います。また逆を取るかっていうところですね。ここに斉藤が受けるパスを出す、しかしここは高木、ボールの勢いを生かしてそのまま増山が持って上がります。増山が行く、右足クロスシュート、まあ、中も見てましたしね、そこ合わせるよりも、はい、キーパーの位置見てニアを狙いましたね。去年の2節の横浜 FC と大分の試合ではフリーキックを決めている手塚、斉藤またいて手塚のボール、押し込みました、追いついた、これ前で少し触ってるんですかね。決めたのは伊藤ですかね。最後触ったのは伊藤ですかね。岩竹がちょっとスルーした形ですよね。ブラインドになったところで、はい、その後に高木に当たったそのボールですかね。高木に当たってますね、はい、ね、その、どういう切り方をするかっていうのもね、この試合を時間を経過するごとにこう徐々に分かってきたというかね、そのことによって少しこう大分が圧力を感じ始めたかなって感じですね。これを出せるか、さあ町田左足で、いいボールだ、さあどうだ、小屋溜めてシュート、あ、失礼、松山でした。勝ったですね。なので、ね、松山ちょっとこう時間があったんで、いろんなことを考えたと思うんですよね。井上のスピードっていうのはその要素ありますもんね。いや、ありますね。多分予想以上に多分速いと思いますし、まあ、やった選手、対戦した選手から声を聞いてね、聞くとやはりこう、さあゴール前だ、高木触った、素晴らしいですね。右に中村、左に亀川ですね、はい、そして真ん中に岩竹と中城のセンターバックという、井上の速さ、さあクロス入れる、シュート、井上のスピードある突破から最後長澤でしたが、先ほどの井上の場面です。2メーターぐらい後ろから、ね、スタートしてますけどね、まあ、この後ですね、少し今防戦に回りつつ横浜 FC、 そして選手交代も含めて攻勢に出る場面が増えてきています、大分トリニータ。さあここで入れ替わってシュートまで持っていけるか、中に入って高橋スルーした、伊坂走ってきた、中村上げて、さあまだシュート、ー決まりました、横浜追加点、山下ですかね、山下です、まあ、ここでドリブル倒れず頑張って、
まあ、パスに切り替えたんですけどね、その後ここですね、柔らかいクロスに対して本当コントロールショットですよね、はい、これは多分キーパーも取れないと思いますね。しっかりとこうインで巻いて、まあ、自分の思ったところにボールがいったと思いますね。三沢のボールシュート、ブローダーさんナイスキーパー、いや見応えありましたね。三沢の速いクロスに長澤ですか。さあこれがラストプレーになるか。キーパー高木も上がりましたよ。高木も上がってます。おっとカウンターですよ。さあゴールは無人だ。小林勇輝はさあ高木懸命に戻る。小川失礼、あこれ去ったらオフサイドですね。オフサイドです。山下のボールオフサイドになりました。ただここで試合終了のホイッスル。四田横浜 FC 開幕から無傷の3連勝です。そして大分トリニータの今シーズンのリーグ戦ホームでの最初の試合、勝利を収めることができませんでした。